私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、かいつぶり。来たよ、僕の町。6時だよ。知ったかぶり、かいつぶりニュース。SDGs、やってくれ。私たちは安野さん SDGs チャレンジを応援しています。ラストスパート、リアル宝探し、虹色レイク探検隊、君はもう見つけた。19の特別な動植物を見つけよう。9月30日まで。詳しくは検索してね。7月1日琵琶湖の日を伝えて歩く安のおっさん琵琶湖一周行脚。ゴミを拾いながら歩いて琵琶湖を一周します。今年は生バーコードなでなで解禁。皆さんと触れ合いながらテクテク旅をしていきます。さて今回の放送は、ここからだもん。トロ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 。7月21日長浜市西浅井町から出発した安のおっさん、前回は雨に降られ途中で断念しましたが、この日は見事に晴れました。今日のあの山の上の雲、なんかあのほらハリウッドのやつでなんか顔並んでるやつあるやん、はい、岩で、はい、あれみたいになんか照り出してきてんな。ニョキニョキニョキ言うて、暑い中応援に来てくれました。こんにちは、ありがとう。応援に来てくれた、うわ嬉しい。ありがとうございます。確かに嬉しいわ。今日みたいな水分不足で熱中症になりそうな時にありがとう。暑いわ。そうやね、もう言うてくれる。こんな暑いからさ、めげとったんよ。そうやってあの応援してくれたら行く気になるわ。熱中症対策の差し入れありがとうございます。日陰最高。あー日陰涼しいで、やっぱり暑いとこから日陰入るけど、それだけで全然ちゃうわ。あやっぱり人類は日陰なかったらここまで反映してへんで、日陰のおかげやで。このあと超長い坂待ってるの分かってんの、うん、上りさあ大阪峠、大阪峠でな、ずっとこうキューンと大変やけど、ここはここで長いよな。あここからは厳しい上り坂が始まります。あ、このトンネルは危ないよってな。今日もスキップ出してもらうな。うん、じゃあ、はい、登ってきたね。先めっちゃ登ったから、ここは下りやな。この辺りはいつも上り下りがあって、足の表も裏も使うから、結構これ、足のらりくらりは得意なんやけど、上り下りはちょっと。いつになってもなれへんわ。こんにちは。あれか、夏休みか、いつから、昨日か、嬉しいな。ばあちゃんが安野さんいるってやった。あ、それで、あ、来て探しに来てくれたんや。なんや、わし目的やがな。みんな絵日記とかあんの？あったら今日書くことできたやん。おっさんにおったと、もう一生懸命頑張っていました。
あっこ見てほら31度の中頑張って歩いてみました。現代の二宮金次郎です。見たら書いといてな。ありがとう。追いかけてきてくれた。うわ嬉しい、ありがとう。うわ、え、わし見つけて追いかけてくれた。取るものをとりあえず麦茶を片手に、片手というか両手に、ありがとう。この日のゴールまでもう少し、ラストスパートです。ありがとう。あ、よいしょ、待っててくれてありがとう。超ド級のほかほか。ありがとう。ありがとうございます。セブンイレブン西麻布四つ店さんに無事到着。帰ってきたね。ありがとう。もうわしにはお帰りの言葉が聞こえたね。ええ感じやろ。いつもよろしくもありがとう。おきに。この日の道のり。この日は長浜市西麻布町堀山まで歩きました。安のおっさんビワイチヤンギャ、次回に続きます。安のおっさん里親になる。子供預かってくれる里親が不足なんやて。わしやってみようかな。そりゃあいい、一日のショートステイからでも里親になれるんじゃよ。そうならやりやすいな。安のおっさん、今日一日よろしく。どーんと湯船に浸かったつもりで任して。それを言うなら大船に乗ったつもりじゃ。しもた、わし子育て道具何にも持ってへん。そう思うて里親会に事前に申請しといたわい。チャイルドシートやベビーカーなど主要なものの貸し出しもあるんじゃ。レンタルなんてなんたるサポート。さらにおむつなどの消耗品はもらえる場合もあるし、それなりの手当まであるんじゃ。へえ。よしよし、どないしたん、なんでやろう。困ったらホスタリング機関や里親会に相談できるんじゃ。よかった、解決。あ、ついてないけどわしのバーコード最近減ってきたんやけど大丈夫かな。そういう相談はちょっと。さらに万一の場合に備えた損害賠償保険もあるんじゃよ。至れりつくづく帽子やな。至れりつくせりじゃ。安のおっさん、ありがとう。坊や、またな。サポートのおかげで、なんとかできたし、自信出てきた。また、里親やりたいな。一日からでも里親になれます。詳しくはお気軽にこちらまでお問い合わせください。今日のエンディングはこちら。